マイケル・ウォーレン・マロースは、アメリカ合衆国、フロリダ州オーランド出身の元プロ野球選手。左投げ左打。1998年の MLB ドラフトで、ボストン・レッドソックスから3巡目で指名され入団。1999年7月31日に、ブライス・フローリーとのトレードで、デトロイト・タイガース移籍。2002年6月8日にメジャーデビューを果たし、 シーズン終了まで先発投手として21試合に登板。2003年初の開幕投手を務めたが開幕から7007敗。シーズン11試合目の登板となった5月23日にシーズン初勝利を挙げ、その間に9敗を喫した。9月5日には1980年のブライアン・キングマン以来23年ぶりにシーズン20敗。9月18日には シーズン21敗目を喫した。その後、マロースは閉幕までの2回の登板はいずれも勝ち投手となり、シーズン最後の登板となった9月28日のミネソタツインズ戦では6回を2失点に抑え、チームは9対4で勝利。1962年にニューヨークメッツが記録したシーズン120敗を免れた。2004年は11勝13敗。 防御率4.31108奪三振と成績を向上させ、タイガースの先発投手の中で最も安定した投球を見せた。7月16日のニューヨークヤンキース戦ではメジャー初完封を記録。2005年には14勝14敗と勝率を5分まで改善させた。2006年は球団史上1993年のデビッドウェールズ。 以来となる開幕から3戦3勝を記録し、4月7日から26日にかけて19.1イニング連続無失点を記録。しかし、5月24日のカンザスシティロイヤルズ戦で0.1イニングで6失点。2日後の26日に肘の痛みのため故障者リスト入り。6月2日に関節教師化手術を受け、シーズン終盤の9月に復帰を果たし、 リリーフとして4試合に登板。2007年は開幕から先発投手として登板していたが、6月22日に球団はケニー・ロジャースを故障者リストから復帰させ、マロースをトレードでセントルイス・カージナルスへ放出。カージナルス移籍後は1勝も上げられずに5敗を喫し、防御率は10.66。2008年2月8日にロイヤルズと契約し、 メジャーのスプリングトレーニングに招待された。しかし、ロイヤルズはマルオスを5月1日に解雇。2008年シーズン終了後の12月30日にトロントブルージェイズとマイナー契約に合意したが、2009年開幕前の3月27日に解雇された。2010年1月8日にツインズとマイナー契約。シーズン開幕時は、 トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスに所属することになった。2011年1月26日、現役引退を表明。ありがとうございます。